東京都チャンピオンシップ1回戦、シュワボ東京対 FC サントリー EGS との一戦。前半15分、フリーキックを中へ送るも、相手にうまく弾き返され、カウンターを受けます。いきなりピンチを迎えたシュワボは必死に自陣へと戻る。相手の攻撃を遅らせ、戻ってきたレンがボールを奪う。しかしこのプレーで PK のジャッジを下されます。この PK を相手に決められ、先制点を奪われる苦しい状況となりました。さらにここからシュワーボは苦しい展開が続きます。相手の左ウィングに右サイドをうまく突破され、深い位置まで進入を許すと、そこから危険なクロス。このピンチをしのぎ、なんとか猛攻に耐えたシュワーボは前半27分、コーナーキックを川が合わせ、クロスバーに直撃。続くコーナーキックではファーで待っていたケイのシュート、惜しくも相手に防がれます。再三にわたり得意のコーナーキックからチャンスを作るシュワーボはファーでレンが折り返し、マサの巧みなキープからマナトのシュート、さらにこぼれ球から川のシュート。決まらなかったもののゴールへの期待が膨らみます。そして迎えた前半アディショナルタイム、川のクロスからケイのヘッド、これがサイドネットを突き刺し、シュワーボがスコアを振り出しに戻します。このまま前半が終了し、1対1で折り返します。後半はシュワーボが完全にゲームを支配していきます。ロングボールに対する CPE が完全に機能し、オバがボールを受けると飛び込んできた相手とうまく入れ替わる華麗な突破からマイナスへのクロス、これを K が合わせるも枠の外。続く後半5分、ゴール前まで戻ったマッキーの大きなクリア。このこぼれ球を制した K がゴールへ向かう。 K からマサへとつなぎシュート、惜しくも得点には至りません。そして後半14分、うまく裏に抜け出したオバが相手の逆を突く冷静なトラップ、バックパスを選択し正気がクロス、マサから両へとつながり右へ持ち出すと豪快なシュート、これが見事ゴール左隅に決まり、ついにシュワーボが逆転に成功します。終盤に相手の猛攻を受けゴールを脅かされますが、守護神高野がゴールを割らせず、このまま試合は終了し2対1で勝利。1月13日土曜日、警視庁サッカー部との2回戦に臨みます。